それではお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。ザキミの3班の伊賀博史です。ザキミに来てもう20年余りですね、なります。今回はこう鎮火井戸ということで、水の使い方というんですか、いろいろあって、自分たちは来た当時古い家だったんで、これを建て替えしようかと、建築しようかということになって、じゃあ井戸をどうするか、潰すかどうするか散々悩んだんですけど、潰さないでそのまま活用しようということになって、で現在も使っています。でいろいろ扱い方あるんですけど、ワンちゃんたちのこう、ね、シャンプーしたり、で鼻水かけたり、車洗ったり、いろいろ十分にもう余るぐらい活用できますね。夏は前のね道暑いから節水したり涼しくなるようにこういろいろあれ余るぐらい湧いてます。でこれなんですけど、来た当時自分たちこの家買う前、建てる前、まさか普通の水道なんていうんですか、役場からの供給のあれが入ってなかったんですよね。全くの井戸水で生活したんです。15年ぐらいか。でトイレももちろん洗濯も風呂場いろいろ生活ですよね。変わったりいろいろやって、で飲み水云々は今流行りのなんとかウォーターっていうやつを買って、直接のやつはそれ使ったんですけど、生活のもう 80% 以上はそのね井戸水で賄ったってことなんですよ。ここ3年ですか、もう新築して3年からはこう何ですか、この井戸水半分半分ですね。今水道水と井戸水の活用で半分半分今のところ賄ってますね。でまたあれですよね、災害時台風の時停電になりますよね。その時は自分発電機も持ってるんで、その発電機回しながら井戸水でこういろいろ自分たちのトイレとかお風呂とかいろいろ活用するようになってますね。だからいろいろ井戸があるってことで大変重宝しています。でこうなんていうんですかね、井戸があるということ、一番こう水、昔のね水、おじいおばあたち水むちゃごわっていうんですかね、シャンプーがなかった自分、山からむちゃごわ持ってきて髪洗ったり顔洗ったりいろいろやったんですけど、この水がなかなかこの石鹸こうなんていうんですか、落ちないんですよね。ぬるぬるしてね、ミネラルウォーターでねだからこういうあれもなんていうんですか、自然のねミネラルでこうすごい体にいいと思うんですよね。その点うちのワンちゃんたちも毛並みもねよくって健康に過ごしてますね。そういうことで、はい、はい、ありがとうございます。